頂上決戦の方、残りやっていきたいと思います。今月2日目の選択チャレンジ、さあどうだ、後手ですね。下ろせるかな。わあマジかよ、もうこの2人目の時点でかなり、やばい感じがしてる。うわこれ迷うな、これは迷うな。テリーかな。うわあ、マキ、マキは強い。 LR が見えない。火炎鏡取られた、火炎鏡を取られた。あ、ゲニコやったらまあまあそこまで差はないですね。で、こっち後手なんで、マキ奥でしょ。まあ量かな、やっぱり。いや、バイスか、バイスを捨てに行こうか。そやね、バイスと早くしてて煽られてますね。これでいきましょうか。バイスを捨てに行ったっていうか、あのバイス一旦目に溜まれば攻撃型に飛ばせるのでね。うん、これでこうなると、ただこれ火炎鏡に飛ぶな、それはそれで具合悪いな、それはそれで参ったから、使わないで、全部バットで調整をする。雷光剣打ってきて、まあ、シェルミ死んでもねそんなに問題はないんですけど、あーちょっときついかな。うん、シェルミは死んだかな。あ、生きる、生きたら余計具合悪いわこれ。こういかなしゃあないですね。いや待て、こうか。いやこうやな。火炎はまだゲージ溜まってないので、ここは慎吾ですね、やっぱり。シェルミーも溜まってないですね。採集か。バーニング信号送ってきましたね。さあどっちに来るか。ゲニコに来ても離脱できるのでね、そんなに問題はない。で、そうやな、テリー、テリー、テリーか、やっぱりテリーとアンディな。量一発入れときましょう。よし、ここはもう行きますよ、ゲニコから。で、マキでしょ。テリーはもちろんね、あの火炎に当てますよ。で、バスタウルフ、クリティカル、どうだ。うわー出ない。これゲニコをシンゴに当てたいので、ちょっと待てよ、こうか。これでどうだ。よし、勝ちましたね、勝ちました。やっぱゲニコがね強い、ほんまに強い。火炎と同じぐらい強いですね。離脱できる分、あの頂上では火炎より使いやすい場合もある。火力では負けてますけどね。ただ離脱を考えれば使いやすさではゲニコかもしれないです。はい、こんな感じで、じゃあラスト1回いきましょう。ラスト1回押しました。はい、押しましたよ。後手ですね。おお来ましたね、本能より。即答で取る、即答じゃない、即決で取る。マキシマ、ジョーかな。うわー、チャンコーハン欲しいが防御に寄りすぎてる。復活されると嫌なんでね、まあチャンコーハン取ったろ。防御3体でいきましょう。火炎取られてる、火炎とゲニコか。こっち後手なんで、うわーちょっときついな、やっぱり防御に寄ってるな。アッシュ、マキシマ出してチャンコーハン控えよう。
こういこうか。これでいきます。お、ガチガチの攻撃型できたぞ。下げて、マキシマル。うわスキル出すぎ。これ倒してしまいますよね、あのアンヘルを。アンヘル倒したくないんですけど、あかん、これは絶対死んでしまう。なのでもう普通に行く。ここ行こう。火炎出されるかな、2発目に。あ、様子見か。これはありがたいぞ、こっちとしても。このまま行きます。あ、またスキル出てる。こんなスキル出なくていいんですけどね。さっきと同じっすわ、アンヘルの時と。倒したくないけど倒してしまいそうな感じがある。どうだ、よし、来た。さあ、どうする。まだ様子見かな。最終オロチナギ打ってきたらいいんですけどね。あ、打たないか、さすがに。これ勝ちましたよ。あのクリス復活しなかったら勝ちましたね。復活次第でどうなるか。やめてくれよ、復活は。あ、勝ちましたね。復活もない、うん、やっぱ攻撃型なんでね、すごいもろい。お、8問モード来てますので、ランクバトルをしました。さあ、どうだ、りょうさん。こっち後手ですね。マリーちょい、マリーかな。パオーとジョンフンか。あー、そうやな、迷うっすね。ジョンフン取ろう。ナコル、ルビリーか。ナコル、うわー、厳しいな、ちょっと厳しいな。 UR が出なかった、やめてくれ。うわー、最悪や、全部 UR いってる。最悪っすね。暴走、アーデルハイド、クリザリッドか、確か。うわー、しかも後手でしょ。参ったな、暴走もおるし。これは参ったぞ。アンディか。うわ、マジでやばいな、これマジでやばいな。量出しましょう。勝てる気がしない。全滅狙いたいけどパオがおるからね。うわ、スキル出る、ひどい。シェルミーいらんかも。めまい入らんかな。めまい、めまい。あー、ヘルバウンド打ってくれば量溜まるんちゃうかな。ヘルバウンド、うん、S マックス。ヘルバウンド打ってきたら2代目の怒りが溜まると思うが、あー、溜まらない。うわー、厳しい、厳しい、マジで。あー、ちょっと待てよ、マリアな、とりあえずは。パオが厄介なんですよね。いや、マリーの前に、こういきましょう。こういったれ。パオ使われる前にもう全滅したい、刺したいんですけどね、できれば。まだパワー使ってないから、あの復活のバフがかかってないんで。うわー、よし、危ね、スキル怖かった。これでもう畳みかけるしかないですね。これ無理かな、どうやろか。ジョンホンに行くしかないな。問題はパワーを倒せるかどうか。ゼロでクリティカル次第か。どうだ、クリティカルは出たけよ。お、いけそうかな。で、S マックスでしょ。もう全部状態上入った。これはいけたでしょ。よしよし、いけたっすね。
パオが厄介やったけど、やっぱ撃たれる前にこう、行けば全滅は取れます。うん、よかった。普通に行けば負けてましたね。アーデルハイド、クリザリッド控えてたので、ほぼほぼ勝ち目ないと思ったので、今のは全滅を狙いに行きました。はい、ではこんな感じで今回終わります。ご視聴ありがとうございました。